ろう。上手上手。あ、いい。5月29日、ある場所で地元の園児たちによるお絵描きイベントが行われました。子どもたちが絵を描いているのは、令和6年春の開通を目指して工事が進む松山外環状道路の上。新しくできる道路に少しでも親しみを持ってもらおうと、国土交通省四国地方整備局が企画しました。残念ながらですね、道路が完成しますと絵は見れませんが、まあ、今日の楽しかった思い出をですね、ぜひ心に残していただいて、まあ、道路を利用していただければと思います。子どもたちがまあ非常に楽しそうにですね、まあ、家族の絵を描いていただいているのを見てですね、こちらも元気をもらったところです。この日は子どもスマイル空港園の年中年長組合わせておよそ30人が家族をテーマに思い思いに絵を描いていました。ママとパパと虹たちと完成したのがこちら。虹色の服を着た素敵なお母さんです。先生、いつも家族がテーマじゃない。全部先生描いたの。家族です。ね。かわいい、ありがとうね。ありがとう。先生も家族の一員です。子どもたちそれぞれの好きな人や物をたくさん詰め込んだ素敵な絵が完成しました。残念ながら開通すると絵は見えなくなりますが、新しい道路が早速思い出の場所に変わりそうです。